XB-53 の創造図。XB-53 とは、アメリカ合衆国の航空機メーカーであったコンベアが開発しようとした全身翼を持つ爆撃機である。しかしながら、実機が完成することはなかった。1945年当時、コンベア社は、同社初のジェット爆撃機である、XB-46 の試作機3機を製造する契約を アメリカ合衆国陸軍航空隊を締結していた。しかし、胴体形状の問題から、XB-46 が不採用になる可能性が高まると、コンベアは製造に入っていない XB-46 試作2号機、3号機について攻撃機として設計変更することを空軍に提案した。承認後、攻撃型には、 ソマイナス44名称が与えられ、ソマイナス44を2機制作するために、XB マイナス46の2機の制作をキャンセルし、その予算を回すことになった。当初は、XB マイナス46の設計を踏襲し、12.7mm 機関銃を、機種に12丁、旋回銃刀に8丁備えることを想定していたが、このままでは、性能不足は避けられないとして、 新たに全身翼を持つ3発ジェット機の構想が持ち上がった。全身翼は前へ角度をつけた翼のことで、後へ角度をつける後退翼と類似の効果を得ることができるとされ、後退翼よりも原理的に失速限界が高いことが利点とされている。構想では主翼は30度の全身翼で8度の抱えリズムを持たせ、水平尾翼はなく、機体後部に J35、 GE ターボジェットエンジンを搭載することになっていた。なお全身翼のアイデアはドイツからもたらされたものであった。1948年には XB-53 に名称が変更されたが、2機の試作機が完成する前の1949年に計画がキャンセルされたため、アメリカ発の全身翼爆撃機は幻となった。ありがとうございます。